皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1976年公開の、タクシードライバー。現代、タクシードライバー。監督はマーティン・スコセッシ。脚本はポール・シュレーダー。主な出演は、ロバート・デ・ニーロ、シビル・シェバード、ジョディ・フォスター、ハーベイ・カイテル、など。ベトナム帰りの元海兵隊員の青年トラビスは不眠症に悩まされていた。彼は眠れない時間を有効活用しようとタクシー運転手の職に就くが、世界の不浄さに苛立ちを感じ始める。そんなある日、トラビスは13歳の売春婦アイリスと出会う。というストーリー。ロバート・デ・ニーロの演技に始まり、そして終わる作品。主人公に少しでも共感できるかで評価は分かれるであろう。孤独と狂気の中で生きる男が、ちょっとしたきっかけで悪人にもヒーローにもなり得ることが描かれる。本当の狂気はトラビスではなく、何でもセンセーショナルに取り上げるマスコミか。夜のニューヨークは独特の雰囲気を醸し出して、強く印象に残った。ということで、評価は。Thumbs up.